お疲れ様です。ブックオフが銀歯の買い取りを始めたようで、で、やってくるお客さんが40代以上というね。確かに40代以上の方ってのは、銀歯をはめている可能性が強いですよね。で、その銀歯を途中でセラミックにして、で、そのセラミックをはめたんだけども、銀歯が余っているっていう状態で、その銀の中に入っているレアメタルをブックオフは買い取るようなんですよ。で、これがね、やっぱこう、数百円から数千円って形になるんで、本を持っていくよりはかなりいいんじゃないかなっていうことと、どうせ捨てるもんですからね、うん、まあそういった形でどんなものも商売になるんだなっていうところですよね。何？あ、これどっち先に使ったの？タッパーの方、うん、で、腹パン最強の男アキラじゃないんですけども、なんだろうね、自分の体を鍛えるってのはどういうことかっていうと、体を鍛えようと思ったらいろんな方法がもうあるわけじゃないですか。でも肝心なのは体を鍛えるためのトレーニングをしようと思えるかどうか。つまり精神を鍛えるというよりも、精神が鍛えられていたら自ら過酷なトレーニングに挑んで肉体を鍛えることができる。結果試合に勝つことができるんで、試合ではね、試合に至るまでの根性試しなんですよね。だからどこまで自分を追い込んで相手のトレーニングを想定してそれ以上の体を作り上げるかっていう勝負なんですよね。だから本当一人の戦いですよ。トレーニングをサボる人に勝利はなくって、やっぱ試合に強いやつほどね、ストイックにトレーニングしてるんですよ。だからこそ自分と五分を張る相手にはすごく敬意を持つんですよね。俺ですらここまでやったのに、こいつは俺と同じぐらいやってきたのか、すげえやつだなってなるわけですよ。で、試合に出た瞬間に相手の肉体がちょっとね、ボロッチーとね、なんだよそんな体で俺試合出てくんなよみたいなね、もう1秒でやってやるよみたいになって怒りがこみ上げてくるそうなんですよ。とても敬意は捧げられないみたいな、まあ、そんな勝負があるみたいですよね、うん、で結局どんなに武器が発達しても最後は丸腰で勝負できるかっていうところじゃないかなと思うんですよ。丸腰で体を鍛え抜いていろんなものが扱えれるような、そして精神力が身についてると、そこに武器があると強いんですよ。でも自分が全然鍛えられてない状態で、はいツールです武器ですって言っても、そのツールや武器を扱いきれないんですよね。自衛隊とか軍隊に行っても銃の取り扱いっていうのをまあするわけですけども、その銃を取り扱う精神とか、その銃を解体したり組み立てたりとかっていうことがね、できなければ、銃のどこに不具合があるのか、どうやったらスムーズに撃てるのか、どういうふうに扱ったら一番ロスなく構えられるのかとかね、そういうのが、うん、なんか鍛えられないそうですからね。だから結局精神のトレーニングをしてるんじゃないかなと思いますよね。もちろんそこに肉体が強いとかね、うん、素早いとかっていうプラスアルファがつけばもっといいんですけどもね、主にはその精神の問題だと思います。ということでね、稼げる人っていうのもやっぱ相当精神を追い込んでサボらないようにしないとね、サボりたくなるんですよ、どんな人でも。でもやべえなこのままだったらっていうふうに思うことができればサボらないし、まあどうにかなるさっていう風な人はどうにもならなくって、ドツボにはまって手遅れになってから助けてください、お金もありません、もう借金もありますみたいなね、もう完全に身動きが取れない状態で相談に来られても、ちょっと手の施しがありませんみたいなね、もうなんか随分長い間病気を放置していた患者さんみたいになっちゃうわけですよね。だから問題は小さいうちに対処すること、このぐらいのこと相談に来るなよって言われるようなレベルで来た方がいいですよね。このぐらいのちっちゃな時に、ちっちゃな時やれば改善も早いわけですよ。うん、まあ以上ですか。いらっしゃい。